インディーシーンにおいても、まあビットサミット僕も何回か起こさせてもらってますけど、やっぱりその本当に少人数で、ゲームを作ってるっていうのは、だから作ってる彼らもなんかすごいエネルギー感じますし、そのブースに立ってる彼らもすごくなんかニコニコして、でゲームも本当に何て言うんですかね、その俺はこれが作りたいんだっていう情熱がほとばしってるような、それはどこかでこう人の記憶に残るというか、あと作ってる人のこう笑顔が透けて見えるようなというか、いうちょっと元気になるタイトルがやっぱり多いのを見ていて、その身動き取りづらいプロジェクトでやってるだけじゃない、本当にそのピュアなゲーム作りっていうのを我々も楽しみたい、若い世代にも楽しんでほしい、でそういうふうに楽しみながら作ってるタイトルに負けないものを我々も出してユーザーに楽しんでほしいっていう、そういうことはやっていきたいなっていうふうに、これまでもずっと思ってたので、うん、今回それがやっと実現できたなという感じですね。ソルクレストは、まあ、クラシックスタイルのシューティングゲームということで、まあ、プラチナゲームズがっていうところで意外に思う方もいると思うんですけど、まずそのプラチナゲームズって、まあ、ベヨネッタを中心にアクションゲームのこう触り心地なんかをこう特にこういろんな多くのユーザーの方に評価してもらってるんですけど、我々はそのアクションゲームを作ろうっていうことで、立ち上げて今こうやっている会社ではないんですよ。純粋にこう面白いものを作りたいっていうのがまずベースなんですよね。でそれからその、まあ、僕がそうであるように自分の好きなものをこう素直に押し出したその人間の作家性っていうのが強く出てる作品作りっていうのをしていきたいよねっていうことを常々考えていて、今自分自身もそうしてますし、今その若いクリエイターにもゲーム作りにあたってはやっぱり自分の好きがまずベースになって、 そこを正直に出してっていうことをこう常々話してるんですけど、そういう形でその我々はとにかく何か面白いことやりたいっていう会社なんですよ。まあ、僕自身もその1980年代の日本でもそのゲームセンターっていうのがこう盛んだった時代にゲームに使ってきた人間で、僕も稲葉もそうなんですよね。で僕もその、スーパーマリオの宮本さんとゼビウスやドルアガを作った遠藤さんの対談を見てゲームデザイナーっていうのに憧れて業界に入ってきた人間なんで、いつか自分もそういうゲームを作りたいなと思って、まあ、カプコンに入ったんですよ。でただその結果すでに僕がこのカプコンに入ってその作る制作する側に入った時っていうのはもうすでにゲーム業界っていうのは 3D の時代に突入していて、でスペックも はるかに高いものになっていて、よりこうそのいろいろ装飾を施して、それこそなんかその当時映画みたいだっていうふうに表現されるような、まあちょっとリッチなゲーム作りにもシフトしてた時代だったんですよね。なので自分の中でその8ビット16ビットのそれこそそのファミコンとかスーパーファミコンとかっていうその自分が一番熱中しゲームに熱中した頃のそういうゲームを作りたいっていうのは憧れとしてずっとあったんですよ。シューティングっていうジャンルに絞った憧れではなくて、その自分が体験してきた子供の頃に体験してきたその8ビット16ビット自体のゲーム全般に対しての憧れなんですよ。例えばだから同年代のクリエイターでいうと桜井さん、スマブラの桜井さんですね。桜井さんは実際にカービィ作ってらっしゃるんで、そのまあ 2D 時代のゲームを実際に制作されてる方なんですよ。僕そういう桜井さんに対してなんか嫉妬みたいなものもありますし、自分もそういうものを作る時代に間に合いたかったっていうのがあるんですよね。なんですけど間に合わなくて、もう
現実には 3D の時代だった。なので僕は実はそういう憧れみたいなものがゲームの中ににじみ出ていて、例えばデビルメイクライでも、あの最終ボスバトル、そのムーンドゥスと戦うところってちょっと 3D シューティングみたいなものが入ってるんですよ。であるとか、ビューティフルジョーにも、横スクロールのシューティングステージがあるんですね。例えばオオカミでも、これシューティングじゃないんですけど、あの横スクロールの穴掘りゲームがあるんですけど、あれもちょっとこう横視点のこう 2D 仕立てにしてると。でベヨネッタでも同じく、シューティングステージがあるんですね。でその、まあ、3D シューティングのスタイルなんですけど、まあ、そういうのは例えば 3D シューティングだったら僕はもうスペースハリア大好きで、もうずっとスペースハリアも本当に僕ノーミスクリアできるくらいやり込んだんですけど、っていうような、まあその 2D のゲームに対する思い入れ憧れっていうのがあって、どこかで自分もそれやりたいっていうのがこれまで作った作品の中にもこうポロポロにじみ出てて、あ、101の中にもこうクォータービューのシューティングステージありますよね。だからそういう自分の欲求っていうのを今までこう、あのいろんな作品でこうその少しずつ漏れてきてたんですけど、本格的にやりたいっていう気持ちもやっぱりあって、それが今回あのソルクレスタにぶつけてるところではありますね。シューティングゲームって単純な構造のようで、やっぱり名作って呼ばれる作品にはそのタイトルの固有のユニークなあのシステムっていうのがあるんですね。例えばグラディウスだったら、あのパワーアップシステムから始まって、その、オプションっていうその、パワーアップであったりとか、そのレーザーの表現だったりとか、もうパッと見てグラディウス、これはグラディウスしかないっていうユニークな特徴があって、ゲームデザイン的にも例えばその R タイプなんかはそのフォースっていうものを使って、それを前にくっつけたり後ろにくっつけたりっていうので、こう戦略を変えたりだとか、単純に打つだけじゃない、そういうちょっとこうあの一味加えてその作品性っていうのをこう形作ってるっていうものが、まあ名作としてあるわけですよね。なので自分が作るとしても、ただボタンを連打して敵を倒すだけじゃ芸がない、何かあの固有のそのゲームピラーがあるものじゃないとダメだよなっていうことを考えていて、それでぼんやりとその3機合体する、シューティングゲームで、この機体を分離させたり、あとその合体する順番を変えることで機体の性能を変えて、それでこうステージを、そのシチュエーションに応じて機体の合体をこう組み替えながら攻略していく、これだったら何かただ打つだけじゃない、ちょっと攻略の工夫が必要になってきて、まあ、操作もこう独特だし面白いんじゃないかなっていうので、なんとなくこう温めてぼんやり企画書をちょっとこう下書きレベルで書いて撮ってあったんですね。だからスケールバウンドが中止になった後とか、まあ、あの暇になったって言ったらあれですけど、空いた時間があった時とかにまた見直してる時に、あ、この企画書なあのちょっと寝かしとくにはもったいないなと思って考えていて、その時に、あ、合体って言ったらその有名なそのクラシックなタイトルで、そのムーンクレスタ、テラクレスタっていうのがあったよなと。これ、ムーンクレストは1980年で、テラクレストは1985年で、まあ、テラクレストなんかは僕が15歳の時だったんで、中学3年だったかな、まあ、ゲームセンターでめちゃめちゃ遊んだんですよ。僕好きなタイトルで、あの移植されたファミコン版も買いましたし、その X68000 っていう PC にあの移植された、あの比較的アーケードにこう忠実な移植のものも買いましたし、好きなタイトルだったんですよ。それで完全オリジナルのタイトルとして作るっていう 方向もあったんですけど、そのムーンクレスタ、テラクレスタのその IP の力を借りて、さらにこれを膨らまして発展させるっていうことで、今これを IP を現代に蘇らせるっていうのも、これ結構そのなんていうか仕掛けとしては面白いんじゃないかなっていうのがよぎって、で、あのテラクレスタも単純なゲームなんですけど、これあの実はちゃんとこう設定があって、こういう成り立ちで、まあ、言ったらそのマンドラーっていう敵の軍勢が地球に訪れて、人類は海底基地に逃げなきゃいけなくなって、なのでゲームのスタートはこう海底から基地が浮上してきて、そこからの戦闘機が発進するっていうオープニングテーマから始まるんですよね。そういう世界観にすごくこうなんか魅力を感じて、この世界観膨らましたら面白いんじゃないかな。テラクレスタっていうのは
地球奪還組織の名前なんですよ。そのマンドラっていう、謎の勢力が宇宙からこう攻めてきて、人類を襲って、でそれに立ち向かうのが、地球奪還組織として立ち上がった、テラクレスタなんですよ。でそう考えた時にムーンクレスタってすごくその原始的な時代のゲームなので、あの背景もすごくシンプルですし、まだその世界観なんかもしっかりしてないんですけど、テラクレスタが地球奪還組織っていうことはムーンクレスタは月奪還組織だったっていうことだよねっていうふうに想像したんですよ。そう考えるとムーンクレスタを経てテラクレスタになってるっていうことは、ムーンクレスタの段階で人類は、月を奪還することに失敗して、マンドラ軍に押されて地球に追いやられてきたと。でその地球でもテラクレスタの世界では人類は海底に追いやられて戦ってると。つまり、どんどんマンドラの侵略を受けて月も奪われて、で地球も奪われて今海底に逃げ延びているというふうに考えた時に、その続編を、まあ、月地球って来てるんで僕は太陽がすごい思いついたんですけど、それでソルクレスタっていうタイトルを考えた時に、人類は月も奪われ地球も奪われ、ついに太陽も奪われて、太陽系自体を奪還するために最後の戦いをするんだっていうシナリオをこう思いついた時に、これめちゃくちゃ燃えるなと思って、その自分が考えていた3期合体のその合体っていうシステムを組み合わせて、これそのクレスタシリーズの最終章っていう形で、今この時代に最新作として出すのは面白いんじゃないかっていうふうに考えて企画書を作ったんですよ。それが一番最初ですね。僕の中ではそのプロジェクトの大小で大きいプロジェクト小さいプロジェクトっていうんで何か特別違うってことはあんまり考えてなくて、同様に価値のあるものだと思ってますし、そのユーザーにとってもそれはまあ値段の差はあったとしてもお金を出して遊んでもらうものなので、まあそこに価値の違いはないと僕は思ってるんですね。ただそれよりもまあ僕自身過去にそのさっきのビューティフルジョーの話になるんですけど、三上さんがゲーム作りのサイクルをちゃんと一人でやるっていうところで勉強しなさいっていうミッションがあって、僕ビューティフルジョーやらせてもらって、その時の経験っていうのはすごく今のゲーム作りに生きてるんですよ。僕ビューティフルジョーって、まあ、もちろんディレクターではあるんですけど、ディレクター兼プランナーで、プランナー僕一人しかいなかったんで、まあ、自分でマップレイアウトも書きましたし、ギミックも全部自分で考えて、テキストのセットの配置もしましたし、その V フィルムっていうゲーム中に取得するアイテムも自分でこうツールでペペペって並べたりとかして、全部一人でやったんですよね。でそれをまあ2年ぐらいのサイクルで経験、一つ一つそのゲーム立ち上げからまあマスターアップまでっていうのを経験したっていうのはすごいいい経験だったと思うんですよ。でそれに比べて一方では今どんどんプロジェクトが結構巨大になってきていて、まあ、大勢いる中の一人っていう形でしかやっぱりみんな関われなくなってきていて、でそうなってくるとやっぱりまたそのプロジェクトも一つ、まあ、3年4年とか長く、まあ、準備も含めたら5年とかかかるようなタイトルも出てきてますし、そういうそのゲーム作りのサイクルで完成したっていうその成功体験であるとかっていうのもしづらくなってきてるんですね。そういう時に僕はこういうソルクレスタみたいなプロジェクトってとてもいいんじゃないかなっていうふうに思っていて、今回はまあ僕が総監督っていう形でディレクションしてますけど、まあ、今回そのネオクラシックアーケードっていうふうに銘打って第1弾っていうふうに言ってるんで、これからも第2弾第3弾作りたくて、それっていうのはその今回はシューティングゲームだったんですけど、縦シューだったんですけど、そこにこだわらずにそれこそ横スクロールアクションも作りたいし、横スクロールシューティングも作りたいし、トップビューアクションも作りたいしっていうような、そういうそのクラシックな時代のゲームデザインで勝負してるゲームですね。そういうものってのをこれからもどんどんそのラインナップで続けていきたいですし、それを僕だけじゃなくてその現場のスタッフにもやってもらって、一つのサイクルっていうのを経験してもらって、そのゲーム作りの経験値をこう積み重ねていくってことをやってほしいと思ってるので、そういう取り組みを今回始めることができたっていうのは、僕はプラチナゲームにとってもすごい大きいことなんじゃないかなと思いますね。
一つこだわってるのはやっぱりユニークなゲームデザインを作るということですね。先ほどもそのソルクレスターの成り立ちの時にただ打ってるシューティングにしたくないっていう、何か一味こうゲームのメカニックっていうのを加えたいっていうのがそこなんですけど、今回で言ったらその合体をこう組み替えたり、組み替えて性能を変えたりとか、自分でこう任意にフォーメーションを組むっていうようなシューティングゲーム、その打つだけに終わらないその遊びの部分ですね。で、例えば狼で言ったら筆調べであるとか、ビューティフルジョーで言ったら VFX パーっていうような、なんかこのゲームだけでこう遊べる何かっていうのを加えたいっていうのはこだわってるので、そういうのは今後のゲームの作りの中でもやっぱり、脳みそひねって生み出していきたいなって思ってるところですね。でもう一つは、いい意味でちょっとふざけるというか、もちろん仕事としては真面目にゲーム作りするんですけど、エンターテイナーなんで遊んでくれるユーザーが楽しい、面白い、おかしいっていうふうに思ってもらえる何かをこうそこに付け加えたいなっていうふうに思っていて、例えば、デビル、似たようなゲームで、デビルもこれはもう僕の作品とは言えないぐらい独自の進化をしてると思うんで比べてもいいと思うんですけど、デビルはすごくこうなんていうかこう真面目に作ってる優等生な気がするんですね。これは別に貶めてるわけじゃなくて、それであることが素晴らしい一つの形だと思うんですけど、一方でベオっていろんなところでふざけてると思うんですよ。ちょっと笑っちゃうというか、真面目にやってないというか、そういうのを僕はちょっとね入れたくなるんですよ、どうしても。そこが僕のもしかしたら味なのかなと思いますね。僕の中でもちょっとなんか心境が少しずつ変わってきたというか、これまでは僕その会社においても一ディレクター、一クリエイターとして作品を作り続けてきたんですよね。でずっとそれに打ち込んできて、例えばそのデビル作ってる時に次のネタがあったかって言ったら何にもなくて、とにかくデビルを作ることに集中していた。でじゃあ次何か作らなきゃってなった時に一生懸命ひねり出して苦労しながらビューティフルジョーを作った。でその次はオオカミっていう形で、行き当たりばったりって言ったらあれなんですけど、よく言うその自分の中にはこんなにたくさん作りたいものがあって、あれも作りたい、これも作りたい、どれから作ろうか、生きてる間にどれだけ作れるだろうかみたいな話もよく聞いてたんですけど、僕の場合はもう本当に目の前にあるものを作るのに精一杯で、終わったら終わったで、じゃあさて次何作ろうかっていうのはもう何にもない空っぽの頭からこうひねり出すしかなかったんですね。ただ今のプラチナゲームズにおいては、僕はそのチーフゲームデザイナーっていう立場になって、自分がディレクションするタイトル以外の、そのプラチナゲームズの中でのプロジェクトに対してもそのクオリティのチェックをするというか、それぞれ個性的なディレクターが作ってくれてはいるんですけど、さっき話したようなその自分の失敗の経験を踏まえて、苦労しているところがあったら、こういうやり方したら自分の経験上失敗するからこうした方がいいよっていうことを言って、なるべく彼らのその無駄な回り道というか巻き戻りっていうのをなくすようにも心がけつつ、さらにこういうのをちょっと加えたらこのゲームの品質っていうのは一つもう一つ上のレベルまで上がるんだよっていうこともアドバイスして、ちょっとそういうクオリティコントロールもしてるんですね。でそういうふうにちょっと自分のタイトルだけじゃなくてちょっと視野を広げた時に、なんか自分の中で余裕ができたという、ネオクラシックもそうなんですけど、こんなのも作りたいよね、あんなのも作りたいよねっていうのがなんとなくこうはっきりと形になってきていて、で実際割とはっきりとした企画書の形にしてるものも実は結構あるんですね。ただ僕は次今やってるのはその、プロジェクト GG をディレクターとしてやらなきゃいけないとか、それが今の僕の主目的なのでディレクターとしてはそれやるんですけど、その自分のプロジェクトじゃないあれもやりたいこれもやりたいっていうのが昔はなかったのに今の自分の中にたくさん出てきているので、その全てを僕がディレクションすることは無理だと思うんですけど、その若いクリエイターたちがこれから育ってきた時に、彼らと
彼らと一緒にそういうものを作っていくっていうのもなんか楽しみだなっていうのを最近考えてますね。